源氏物語源氏物語の登場人物、赤死にくん赤死にくんは、源氏物語に登場する架空の人物。赤死入道の妻であり、赤死の味方の母である。祖父は、中塚桜宮。夫の赤死入道が、娘と光源氏が結ばれるよう働くのに対して、娘の幸せを第一に考えてあまりにも身分の、異なる光源氏との結婚には、 反対するが、夫に押し切られる。その後は、娘と孫の幸せを考え、孫の証の姫君が、母の元を離されて、紫の上の元で育てられることになった時は娘に、孫の幸せを第一に考えて手放すことを納得するように悟している。このようにして子や孫が栄達したことによって、晩年には、人々の戦望の対象として見られるようになっている。 赤子の二君は直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。歴代の針馬守るから求婚される評判の赤子の方の母として語られる娘の養育に心を砕いている。赤子の入道が娘と光源氏が結ばれるよう働くのに対して身分違いで結ばれても幸せにはならないことを理由に反対する。娘が孫を連れて刑に登る際には、 夫と別れて、娘や孫と共に上京する。孫の赤子の姫君が紫の上のもとで育てられることになった時は、子供の幸せのためだと悲しむ赤子の方に悟している。孫が中宮のとなって、巫女を産んだことで、人々の戦望の対象になっており、大海の君などは、すごろくの場で呪文のように、赤子の二君や赤子の二君と唱えている。ありがとうございます。